い、こんにちは、さとみです。今回はなんとゲストをお呼びしました。どうぞ。こんにちは。ママの息子のひなたです。年齢は5歳です。はい、よく挨拶できました。はい、ということで今回はひなたくんと一緒にじゃじゃん、こちらのキャンドゥで買ったビーズアートシールを作っていきたいと思います。やったー。ひなたくんはどれが作りたいですか？どれにしようかな。じゃあ、これに決めた。上手。もうちょっと下で見せようか。これね、ペンギンを作る、はい、今日は作ろうかな。はい、それではひなたくんが作っていくこのペンギンの、まあ、開封をねしていきたいと思うんですけど、はい、はい、じゃあひなたくん開けてくれるかな。うん、中にはこういうシールもあるね。ビーズと、ステッカーになる部分と、はい、ペンとトレーとグレーが入っていました。ちょっと大きいね、思ったよりね。ねえ、ひなたくんのお手手出してどんくらいのサイズ感かな。隠れちゃうね、ひなたくんのお手手。じゃあこのペンギンさんにこのビーズをくっつけていきましょう。ピンクのグルーをペンの中に入れていきます。ギュッと押し込んでいい？お、ギュッとやっていいよ。あ、はい、ごめんなさい、さっきのミスです。子供はこういう風になりがちなので、ママとパパが見守ってあげましょう。はい。はい、入りました。はい。このシート剥がしてしまうと、全部くっついてしまうことになってしまうので、まずは今回作るペンギンさんだけまず切り取っていきます。はい。多分子供たちはこういうことをしてあげないと、多分全部服にくっついちゃったりするので、切り取ってあげた方がいいかもしれません。はい、ございました。ありがとう、はい、バイバイ。じゃあ上のやつを剥がしてください。はい、くっついてました。外れちゃったら直してもいいので、その時大人に言えばいいよ。セミとはまた くっついてくっつかない可能性もあるから大丈夫だよね。あのピンクのやつをちゃんとくっつけないと離れちゃう時もたくさんあるからなんない時もあるよ。上手。コツをつかまないとやれないから、うん、同じ色に合わせて同じ丸のところにくっつけないとビーズにはならないよ。ビーズにはなんないの？そうだよ。そうなの？そうしないとちゃんとねできないからね。そうね、ちゃんとくっつけないと出来上がらないね。だからコツをつかまないとできないよ。はい、初めてやる人は大人に教えてもらえばすぐできるようになる。うん、そうね。僕のビーズのやつもやりたくなってきた。それは動画じゃないので。あれかい、ね、猫ちゃんのワンちゃんのやつか。ワンちゃんのやつね。そう、ちなみにワンちゃんのやつ動画に出そうとはしてないからね。みんな出そうとするって思わないで。思ってないから大丈夫だよ。あれはだって全然進んでないじゃん。そうです。今ここそうなんです。ポケモン大好きすぎちゃってテレビばっか見てワンちゃん全然作ってないじゃん。動画に撮ろうかって言ったら今日久しぶりにやりたいって言い出したじゃん。やりたい。うん、
今やってるじゃん、動画撮ってるじゃん。じゃあこのペンギンたちの全部終わったら、あのでけえワンちゃんのを作りたいと思います。おやおやおや、いやできました、みんな。キラキラしてるね。はい、ということで今回は息子のひなたくんと一緒にダイヤモンドアートを作ってみました。で全部でそうですね9個作ったんですけど、出来上がりがじゃじゃん、こちらになります。まずですね、うちの子まだ5歳ではあるんですけど、来月の1月に6歳になるんですね。で一応対象年齢が6歳以上となっているので、そこはお気をつけくださいという感じです。ひなたくんもまだ5歳なんですけど、まあ、あと1ヶ月ならいっかっていう感じで、ちょっと今回は作らせていただきました。余ったビーズなんですけど結構な量あります。これぐらい結構余りましたね。100均とはいえ余りましたねっていう感じですね。どういったものを作ったかっていうとこなんですけど、多分海の生物みたいな感じで、まあ、名前がわからないものもあったりするんですけど、ひなたくんが作ったのは3つ4つあります。でメインで大きいものですね、こちらのペンギンに関しては、まあ、子供が作るっていう感じなので1時間ぐらい喋ってはビーズをつけて、喋ってはビーズをつけてっていう感じなので、まあ、これでもちょっと頑張って集中して作ってくれたかなと思います。これで1時間ぐらいですね。ちっちゃいのはもう本当に、まあ、10分もかかんなかったかなと思います。で大人が作ったらね、もうちょっと早くパパパッと作れるとは思うんですけど、ビーズをこぼしてしまったりとか、あとは、まあ、他のものに興味が移ってしまったりとかっていうこともあるんですけど、こういったね細かい作業をすることで知育教育だったりとか集中力もねアップしていきますので、試しにねなんか一緒にお子さんと一緒にやってみたらいいかなと思います。じゃじゃん、じゃじゃん、みんな見てくれてありがとう。ぜひグッドボタンとチャンネル登録もあるし、違う動画でも違うやり方でも載ってるので、ぜひ見てほしいです。バーイ。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。